この番組は視聴者のためにパチスロライター木村魚拓が私利私欲をして大当たりと女の子のすっぽんぽん、そうスロとエロの融合を目指し奮闘する前代未聞の番組である。魚拓と成瀬の月とすっぽんぽん、もういいじゃん、食いちゃおう、ペロッと。すごいよ。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。さあ2017年も月スポ始まりましたが、必ず拍手ですねここは。はい、必ず。いやー、もう去年までの悪い流れが果たして断ち切れているのかどうか。いや、もう新年一発目、しかも1月1日じゃないですか今日は。そうですね、全てが新しくなりましたよ。なりました。はい、新しくするために何かしました？え、してないです。何もしないですか？何もしなくても、でももう心が本当。俺それだけだとファンだから、ちゃんともう切り替えるために、はい、もうずっとグローリーデイズ聞いてましたよ俺。あのメスコランさん、やめてくださいよ本当に。バッタのボーカル、バカにするのやめてくださいよボーカルやられてるグローリーデイズ、なんかすごい気持ち明るくなって、もう去年のことが全部忘れました。辛いことは全部忘れました俺。グローリーデイズ、あ、待って、新年一発目すごい嫌な気分ですなんで聞いてほしいでしょ。ですよ、もうバカにしてる時に顎から行くんですよ聞いてる、いつもやめてください。でも聞いてくれてありがとうございます、さあ、はい、じゃあ2017年も頑張っていきますが、はい、今日は誰になるんですか助っ人は。まあ番組的にも、はい、気持ち的にも新しくいきましょうということで。そうだ、俺その時のガイスポー出ましたからね。はい、パチンコですよね。そうです。ではご登場いただきましょう、はい、この方です。はい、よろしくお願いします。桜木ゆいんです。よろしくお願いします。魚拓が緊急参戦した前回のガチスポアシスタント、今回も、はい、頑張ります。勉強します。はい、はい、ました。やべ姉、美咲、桜木ゆいん3人の争い。実戦では美咲が爆勝ち。なんなのもう。そして学力テストではキュインがバカ回答連発。納税、労働、幸福何の義務キュインさん。しかしここでココミポイントをゲットし大逆転勝利となったのだ。ナルセ的にはどうなんですか。好み。それ見た目の話ですか。見た目、中身真っ黒っす。いや、でも服がおしゃれなんですよ。でも整形しますからね。いいと思う。そのキャラを本当つけようとしてますよね前回から。整形しますよ多分。疑惑ですよ、疑惑ですよ。疑惑で止めといてください。この界隈では7世から出勤本当はしたのかしてない。でもそういうことを、そういうことを女の子に聞くのはした。さらっと言ったけどしてないよ。してないよだそうですよ。キュインの整形疑惑は置いといて、新年一発目のムフフさんはすげえぞ。なんとですね、今回天然パン。天然パンってなんですか。まあこうやってピッピッって脱毛してる女優さんいっぱいいるんですけど、はいはい、今回天然で。もともとあまり生えないってことですか。そこはちょっと詳しく聞いてみないと分かんないんですけ ど。そしてスペックは上から85、57、85の F カップでございます。すごい、めでっ。一般の F カップって言ったらもう大体好きですから、いや大体みんな好きです。大体好き多くないですか。いやでも好きっすよ、嫌いな人いないですよ。いや、まずまあでもお顔がねどうか見てみましょう。ね、お呼びします。さとみまゆさんです。お願いします。さとみまゆです。ね、揃いました、整いました。どうぞ、ね、その心は、もう全部揃いました。いや、すげえ足綺麗なんだよ本当すごいハードル上がってて。いや、もうこれはいけるか、このこと。こんな真冬にこんな見せてくれる写真だからテーブルにドンって、はい、さとみさんが横になって、はい、こう熱感とかのみたいです。怖い。わかってくれるよ、あいつは。あいつは分かってくれるよ。ね。で、うんとしか言えない。あの
塩、味塩を盛るんすよ足に足盛るんすよ、はい、で、好みながら言って何を言ってるこの人足に塩を盛ってほしい新年早々怖い怖いそのディティールを見るとその何でもない子がディティールを見るとあれあれっていう噛めば噛むほど味が出る必ず勝ちますね楽しみにしておいてくださいいいなエアコ役なんてあるんですかうちの新人さくらがですかもうこれで頭いっぱいでちょっと最初のお仕事です両親の留守をいいことにお泊まり会を開く妹ただ僕たちは相部屋とにかく狭い妹は多めに見てよと僕に手を合わせてきたが冗談じゃない僕は受験生これからが追い込みって時だしかし可愛い友人たちを見た瞬間まあまあ俺も鬼じゃない背伸びしたくなる年頃だしなと心よく了承仕方なく勉強するがまあうるさいやはりお引き取り願おうと振り向いたその瞬間彼女たちのパンチラが僕の口を封じ理性は崩壊僕はみるみるうちに復帰してしまい慌てて隠すもバレてしまい気まずい雰囲気お前たちがいけないんだそんなハレンチな格好で僕は何を言ってるんだと思った矢先なんと彼女たちはお兄さんごめんなさいとキチッポを握りしめてきたですよく言いました噛まずに読めましたあの噛まないし、うん、あのなんかちょっと感情も入ってますけどなんかねつけてくれてますねただしたったらずすぎていいじゃないですか妹が呼んでるっぽくてそうですそうですな舌が長いの短いのあ長いんじゃないですかわお長いですか今なんかその静止画っすよちょっと舌洗ってない舌洗ってない舌洗ってないいや今静止画っすねこれね桜キュイ新年初抜きだよ多分みんな助っ人ってこういうのあるんですか あるよ全員乳首見してきてるから本当に乳首なるほどはいたまにたまにいいっすですよタタンもタンあいやここの塩をメインでタンと塩タン塩いい短縮っすね昭和っぽいっすね今日ねなんかねめでたいですねいいっすねなんかいいっすねこれ家族で見たらいいっすねなんかね家族で絶対見れないよ絶対でもキッチンポとか言ってます見れないですからいや素晴らしいでもいいですね気分がいいですねやっぱり去年までの負のオーダーとは違い違うグローリーデイズのおかげでもあるけれども言ってくださいよ間に挟むのやめてくださいさあ新年最初の対戦台はやっぱりこれでしょう海シリーズスーパー海物語 in 沖縄4もう何も言いませんとにかく出したもん勝ちでルールはいつも通りシンプルに最終出玉数で勝負そして魚拓の頑張り次第では里見真由ちゃんがセクシーショットを届けてくれるぞご期待あれ理想形忘れちゃいけません二人ともたくさん出す。いやたくさんちょい勝ち。ちょい勝ち。美脚を写真に収める。いいですね、いいですね。で美脚に置いた塩でいっぱい。お正月なんであるかもしれないですね。あ、ちょっと小腹空いたなってこうパンをいただいて。正月っぽいですね、これね。お国民頑張って。俺勝ったらその夢を全部叶えますよ俺は勝ったら見たいからね、まあ、一緒に頑張りましょうそれ二層形になったらね二玉くらいで勝ってくださいそうしましょう、そうしましょう、はい、さあ、2014年最初の月スコは OK ですねさすがココミ5回転俺行きますってまだ打ってねえんだけど嘘でしょさすが何回転なんだった5回転でいやあ、こりゃ演技がいい2017年一発目の大当たりをどうぞ宝物、何が出てくるかあー、泡ですねあ、これ、あ、目燃えてるよ、チャンスチャンス目燃えてるし、ここで魚群出ればおー、超チャンスですよ、熱い熱い、当たるんじゃないほらあすごい当たったココミ5回転で5回転で仕留めた相性いい最高早くね2017年明けて5回転でお決め当たったってよ
アマデじゃねえぞおい、すげえな。で、まあ通常図柄だけどまだ確変の可能性も残されてる。じゃあちょっと俺4回転以内に当てっか。マジか、すげえな。いや今年なんか波乱が起きそうっすね。5回転はねえよ。あ、これで昇格チャンスがありますよ。左だと宝箱を見つける、まあ、演出、右は、まあ、一発告知の演出。見つかるかな。でここでね、熊の実がちょっとついてきたりするとチャンスアップなのかなっていう感じ。あるかしら、あるかな。おっ、おっと、これは持ってください。はい、おめでとう、スーパーラッキー、最高。これでもう確変。見てくれない、全然気づいてないけど。なんか俺今まで、まあ沖縄に限らず海ってこう海モードでほとんど障害したんですけど、なんかハイビスカスですねこれは。ただみんな言うには、まあ通常時は好きなのでやって、その確変中時短中っていうのをハイビスカスで消化するのが面白いっていう人が多いかな。こい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 、あ、揺れてる、ハイビスカスが揺れとる、揺れとるよ。これは来たんじゃないかな。で、背景も夕方になってる。あー、光ってる、ほら光ってるよハイビスカス。あー、ほんとだ、これは当たるよ、ほら。演奏れー、演奏れー、演奏れー。あ、もうずっと確変を引き続けてます。え、上手です。 何年今、今4年目で。え、あ、4年目とか3回目も確変なんで4年は確定です。楽しい海物語、どうしよう。移動していい、移動していい、の早くない？2番までダメですよ。明けましておめでとうございます。またやろう。ガツくな、ほんとしょんべん引っ掛けてやりてえな。よだちさん、1万くれたらいいっすよ。え、1万くれたらいいですよ。絶対やだ、絶対やだ。どうして優しい。1万は私は移動していて、ふざけんな。あまりに暇なのでついつい本日のムフフサンプルチェック。うわ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 、天然パパンの意味が今ようやく分かりましたね。そうか、そういうことか。あ、揺れた、来たんじゃないかな。揺れてるよ、タコちゃんで。めっちゃ揺れてるもん、ハイビスカス。いらっしゃい、うまい、うまいよ、ほんとにビスカス魚群来ましたよ。メンソーレ、うまい、メンソーレ。いやー、ちょ、まずいぞ、まずいぞ、ほんとまずいぞ、これ。最高。いや、まあこれしょうがないですね。一発目の魚群まではちょっとおとなしくと、そっからっすね。頑張れ。あ、外れるかもしれない。いやよ、いやよ。あー、終わっちゃう。うん、まだでも昇格する可能性もある。リーチになってもサンプルに夢中な魚拓、すると、あれあれあれ、あー、いった、トカグ、トカグ、お、オッケー、
魚群でも出たのかな。あ、当たった。よし、当たったんだ。当たった、当たったよ。おめでとう、おめでとう。腹立つ、めっちゃ腹立つわ。ちょっと図柄見てくるね。これ、あれなんですよね、へそと電柱でそのデラマーシの突角の割合が変わるんで。あ、角辺が、あ、お気に入りチャンスですか。そうそうそう、突角。わお、頑張ってください。お母さんに応援されてるみたいな気分になりますね。さくら教員にこう頑張ってくださいって言われて。ああやばいやばいやばい、6の1、6のシングル。ああこれやばいやばいやばい。あ、これ大丈夫か、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 全然大丈夫。降りてきた。危ない危ない危ない。なんだいこの、何回とんでん返しが起きてんだよこれ。あ、いや降りてきたのよ。あ、これが、はい、あ、そうすると角円になるでしょ。はい。でもこれあれですか、ラウンド昇格ですか。お、始まる時というかそろった直後に降りてきた。なるほど、うまい。ちょっと、お前のキャラが読み切れないです、マジ。上手。何回か仕事したことあるんですけど、なんですかね、キャラがいまいち掴み切れてないですね。なるほど、うまーいってやられました。知ってんのは、さくら君は、ああ見えて、なんか男っぽいパチンコですよ。もう出るまで粘るみたいな、そんな感じの。あんまりないですよ、女性で。まあ女子ライターって結構数いますけど、ああいうなんつうの、切った張ったの勝負をするパンチのライターは本当数えるほどですね、片手いないですね。そして成瀬は時短中。あるよ、夕方になったよ。おいわいや、暑いよ。夜満月行けばさらにめちゃめちゃ暑いけど、全然ある。これ全然当てる可能性ある。揺れてるよ。頑張れ頑張れ、読んでもいい、読んでもいい、行け、なれ、疲れ、なれ。あ、ボタン出てこない。なるほど、ダメ、微妙。止まって。あー、あー、夜背景ちょっとチャンスなんだけどね。わー残念、惜しかったよ。ちょっと今当たるかなって思っちゃった、最後の最後で。マジか、残念。通常に戻りました。さあ追いつくぞ、追いつくぞ。2年なんかで終わっちゃダメだよ。もうやめたいんだけど。早い、今のうちに。ちょっとギャップがね、当たってる。あんだけサクッと当たっちゃうと、ちょっと今さらね。うわ、なんだ、いらねえ、いらねえ、なんだよお前、ね、なんだお前、なんでお前見てんだよ。つぼみ開いてないからピンチですよ。やいやいやい。あ、よし、うまい。うるせえ、なんなんだお前、なんだよお前。いや、なんか当たるの見たくて。ああ、終わっちゃったんで。あれでも再始動したら絶対確定なんでしょ。そうですね。あとはハイビスカスモードは背景のハイビスカスが開いてる状態で当たれば確変。あ、そうなの。そう、魚卓よ、名前にふさわしい海での活躍見せられるのか。まあこれはいい、これはしゃあない、これはしゃあない。さあ出玉なしに一発当たって、通常当たるより、あ、でもへそだと 20% で、電柱で 100%。 おいおめでとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。これめっちゃピンチなんで、めっちゃピンチなんで、めっちゃ危ない危ない。セーフセーフセーフ。どうした。お正月ですよ、明けましておめでとう。
とうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。はい。じゃあここでですね、はいはい、いきなりなんですけど、さとみまゆの新春お年玉クイズ。ちょっと待ってください。お年玉クイズを俺学園中にやるんですか？あ、そうです。新春お年玉クイズ。いや、やるんですか？へー。だだだだ。今勘弁してほしいな。ちょっと。お前打てよ。減らせよ。もう終わりたい。もう帰りたい。なんで終わりたい。さすがに早いよ。負けていいから終わりたい。いや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 、つぼみじゃねえか。あ、これやばいやつ。これちょっとやばいやつ。目がハートだぜ。目がハートだぜ。ラッキーだって。ラッキー。めっちゃ邪魔されたわ。なんだよ、クイズか？クイズです。いいよ、来いよ、来いよ。なんだ？もう、魚拓さんが何年も携わってる月スポに関する超簡単なクイズです。それはもう大丈夫、大丈夫。で、正解したらお年玉があります。はい、お年玉、ありがとうございます、ありがとうございます。私の9割天然パンを見れるっていうお年玉です。マジで？やるよ、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 やるよ。やります？やるよ、やるよ。やりますか？やる。さあ次回、9割天然パンのご来光は拝めるのか。え、当てていいですか？はい。1番が超簡単なお年玉問題で、ついに魚拓に春来たる。さらに魚拓が猛烈な追い上げで、まさかの大熱戦。今年の2人は一味違うぞ。お見逃しなく。キリンと言わしちゃうから。任せて。キリンと言わしちゃうからね。この番組は視聴者のためにパチスロライター木村魚拓が私利私欲をして大当たりと女の子のすっぽんぽん、そうスロとエロの融合を目指し奮闘する前代未聞の番組である。魚拓とナルセの月とすっぽんぽん。もういいじゃん、グイちゃん、ペロッと。すごいよ。パチスロで勝てないパチスロライター木村魚拓と最強素人ナルセココミ&ガチスポから初参戦の桜キュイン。新年最初の対戦台はやっぱりこれ、海シリーズスーパー海物語 in 沖縄4。大人気のこの台で2017年がスタートです。ルールはいつも通りシンプルに最終出玉数で勝負。そして魚拓の頑張り次第では里見まゆちゃんがセクシーショットを届けてくれるぞ。ご期待あれ。里見まゆちゃんは9割天然パンというムフフ女優さんだ。そして2017年一発目の前半戦はまさかの展開で幕開け。さすがココミ5回戦。俺行きますってまだ打ってねえんだけど。嘘でしょ。さすが。何回転だった？5回転で。早くね。2017年明けて5回転でお決め当たったってよ。あまでじゃねえぞ。あれあれあれ、いった、突角突角。魚拓も負けじと突角から2連したところでこんなお年玉。里見まゆの新春お年玉クイズ。はい、ちょっと待ってください。お年玉クイズを俺学園中にやるんですか？あ、そうです。新春お年玉クイズ。いや、やるんすか？だめー。今勘弁してほしいな。ちょっと正解したらお年玉があります。
はい、お年玉、ありがとうございます、ありがとうございます。私の9割天然マンを見れるっていうお年玉です。見たい。マジで？やるよ、やるよ、やるよ、やるやります。やるやるやる。問題です。なるせココミが活躍するバンド名は次のうちどれ？はい、超簡単。え、当てていいですか？はい、正解は3番です。そうなんですが、メスコランサでベースを担当する方は誰でしょう？誰でしょう？ダダ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 ダ。ロフトの女の子だろ。名前なんかわからんけえよ。どうかな、クイズかな、どうかな。名前？名前です。マミちゃん。不正解。岡野泉でした。残念でした。不正解だったので私にお年玉をください。ください。いや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 、子供じゃないんですよ。お年玉、これしかないんだよ。ください。あ、じゃあそれ全部で大丈夫ですよ。ください。正月だぞ。お正月です。お年玉ください。じゃあ、ほら、あ、来るんじゃない？うわ、1万円取られましたよ、俺。絶対答えられないの。マジかよ。さあ、これで手玉に3つで、ね、4つ目まで確定と。これちょっとあるぞ、あるぞ。1万円取られたけど、取られたあるぞ。さあ、ハイビスカス開いたまま取りに来て、よしよしよし、よーし。さあ、これで4連目、手玉回り4つ目なんで5連まで確定と。よしよし。新年早々まさかの大接戦、魚拓兄さんがパンに近づいたぞ。でもすごいね、言ってた通り2人とも、うん、ねえ、いい感じに手玉が出て。あ、あ、ちょっと待って、あ、ダメだ、やばいやばい、これそうするとやばい、そうするとやばい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 、あ、で、これで出玉あり5連。ただ、まあ、まだ分かんないですけどね。100円 60% で、その100円でストレートで、まあそこまでってなかなか難しいんで、一旦っすね、一旦で勝負。ココミってスカップぐらいあるんだっけ？うん、だよね、いいな、入れたいな、おっぱい。でもさ、今さ、ヒアルロン酸入れられるやつあるじゃん。でもさ、絶対嫌じゃない？おっぱいにヒアルロン酸溶けちゃうって。ねえ、なくなっちゃうし、脂肪も皮だけ伸びそう。自分の脂肪入れるやつやりたい。あれが一番いいよね、絶対。女性陣がおっぱい話に花を咲かせる中、魚拓は時短中にハイビスカスを咲かせることができるのか。完全諦めてたんですけど。よ
し来た、よし来た。さあこれで当たり6つ目。よしよしよし。あんなんで当たんだね、俺びっくりしたわ。どうしたんですか。時短中に引き戻した。天才かよ。天才かよ。天才か。すごい。当てるように言って。まあでも当たるんですぐ。はい、大丈夫です。今つかめないですね、やっぱり。あ、どう、距離感がすごくつかみにくい。ホホミやべえ、抜かされとる。え、抜かされとる。魚拓さん今6800個ぐらいある。やばい。おおお、どうした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 。これは綺麗に当てようよ。あー、レインボーだよ、レインボーだよ。よし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 。よし。さあこれで出玉ありが7つ目。いや、初めどうなることかと思ったんですけど、ちょっと俺の年かな、今年はね、これね、2017年。さあ9でリーチ変わって、あーもう魚群も出ていない。ほら来た、ほら来た。いや怖い、言ってた通りのなんか展開なんて怖い。俺猪木みたい、初めなんかやられて受けて受けて受けて最後ドーン行くみたいなね。あ、あ、あ、さあ指導が、さあ今これおかしかったぞ、おかしかったぞ、おかしかったぞ。さあ長い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 、これ来たな来たな来たな、よっしゃ。これっすよ、これが見たかったのよ。さあ目はつむったままだけど、よし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 。さあこれ出玉あり9個目なんで10連まで確定と。もう負けでいいからやめさせてくんねえかな。ん、もうやめさせてほしい。すごいっすね、ナルセの表情がみるみる曇ってってるっていう。スタート当初はね、完全に正月お祭り、獅子舞がこうわわわってやったんですけど、おつやっす。さあこれはやばいやつよ、やばいやつよ。あ、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 ダメか、やばいやばい、となるとやばいぞ、となるとやばいぞ、やばいぞ、やばいぞ、やばいぞ。あったれ、あったれ。お、大変大変、回ってる回っちゃってる。大変。当たれ当たれ当たれ。ではここで成瀬と魚拓のムーフェムトーン。はい、というわけで新年いじけてんじゃねえか。あの朝日がもっと飛ばされてるから大丈夫。びっくりしました、もう耳打ちすぎて。新年一発目のムーフトークでございます。はい、東京都おまん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 じゅうさんからです。はい、魚拓さん、ここみちゃん、おまんまんです。おまんまんです。僕は今気になってる女の子がいるんですが、はい、先日その女の子から深夜に寂しいんだよという LINE が来ました。うん、僕はチャンスと思い今から会いに行くよと返したら、それは無理なんだけどと返信がありました。これってどういうことですか、脈ありと考えていいんですかね。そもそもそういう寂しいんだっていうことを男性に送ったりするんですか、お三方は。
私送りますね、それは本当に寂しい時、本当に寂しい時です。それを寂しいんで送る相手は気になってる人です。うーん、じゃあそれで言うと脈ありってことですよね。でもね、こうそれは無理、もしかしたらほら足が毛だらけだとか剃ってねえよとか、あ、部屋が汚いよとか、そういうことかもしれないですよね。え、そういう巻き絵的なことはお二人もするんですか。でもやっぱ気になる人にしか送んないと思うんですよね、寂しいんだよって。あ、私ツイッターですね、クソ暇って書きます。寂しいんだよっていうのは、だよは、もうつまり会いに来てよとか会いたいよと一緒じゃないですか、これって。そうですね、会いたいですね。じゃあ俺が行くよっていうとこまでで完結してんのかな。あ、それありますね。それか今から会いに来るだったら OK かもしれなかったですね。今から来るかみたいな、あ、だったら OK の可能性もあるかもしれないですね。まあいいこと言ったよ。はい、どうも。行くよじゃなくて、そう、おいでだったら分かったって来てるかもしれなかったですね。ちゃんと洗っとくぜって、流しで洗っとくぜって、流しでやだお風呂入ってくださいそこだけはやだ今、いやすごいよ、そうか、いきなり家に来られるんで結構女の子ってね嫌ですよ ね、ちょっと、完璧なところ見せたいじゃないですか。でも会いに来てもちょっとイラッとしますよね。え、こっちが行くのみたいな思わない。あれちょっと話が難しかった。そんなことない人によるってやるの。じゃあ3人で話し合って正解を出してください。じゃあこれはどうすれば、どう返すのが正解なのか。でまずどうしたのって聞かれたくないですか。ああ、理由をね、寂しい理由を。天才だね。そうだわ、そうだわ。そうだわ、本当にこの下心丸出し感が嫌だったんじゃないですかね。すぐ会いに来ちゃうんだみたいなね。まあ確かに付き合ってないですもんね、これ。そうなんですよね。でチャンスって思っちゃってるんですもんね。正直明日早かったりとかだってね、会うことはできないけど、なんか話聞いてほしかったみたいな。だから電話とか、でも あなたはそういう風に言いますけど、なんか理由聞かずに黙って抱きしめてよとかって言うじゃないですか、ね、言いますよね。それ泣いてる時とかじゃないですか。じゃそのさじ加減わかんないですよ、寂しいんだよだけで、本当に泣いてんのか。さっせよ、さっせ。なんかあったのが一番ベスト。いやもうやりたい時すぐ土下座しちゃうからね。そういう感じのことがないんで。じゃあ正解は、でもどうしたのって聞かれたいですよね。聞かれたい、そこはいいですか。寂しいんだよ、どうしたの。いやだから寂しいっつってんじゃん。なりますよね、なりますよね、なりますよね。何かあったの、何かあったのも却下です、却下です。考えてください、正解出してください。寂しいんだよ、新年ですから、新年ですから、これきっちり。じゃあ逆に魚拓さんが寂しいんだけどって女の子から来たら何て返します。ちょっと待って、マジでそこに入り込みます。寂しいんだよ、なんて返すか。それが私答えだと思います。わかりました。一杯飲もうかっていうから。あー、飲み物がいい。いや、大人の飲み物がいい。しっくりきましたね。そうですね。いや、それやっぱそういうとこはいいっすよね。なんだかんだでね。ただまあ、本音ちょっと一発ですよ。一杯じゃ。とりあえず返信としては一杯じゃ。じゃあ一杯行こうか。その裏に一発やっとくか。当たり前よ。その流れで流れで一発っていう。一発一発決まってるな。一発で決まってる。ただ文字としては一杯。いいですね、でもなんかスマートな男性の返し方って感じですね。あ、よかったっす。じゃあおまん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 じゅうさん。ぜひ一杯どうですかとお誘いください。はい、まだ当たってるよ。ちょっといい加減しつこいよね。まだ当たってるよみたいな。だって一発言ってきて、さすがにちょっとね、もういいでしょみたいな。どんだけ、まだ確変や。こんな出ます。これはいつも通りだけど。あ、これがノーマル通常運転ぐらいだ。俺のね。あ、じゃあ歌ってたレベルになるけば、海でもそうそうそう、まあ、ぐらいはちょっと足りないぐらい。あ、なんなら、あ、まあ、もうちょっと。マジかよ。なんか魚拓さん無駄にいい匂いしますね。あの、だから無駄にいい匂いした今。ま、ちょっと待って、普通にいい匂いするでいいじゃん、無駄にって。ごめんなさい、無駄ではない。なんかすごい無駄にいい匂いする。無駄にってやめてくれる。あー、ちょっと手加減してください。わかりました、わかりました。無駄にいい匂いする。当てて。なるほど、任せて。何
ってあってってキュイーンと言わしちゃうから任せてキュイーンと言わしちゃうからね面白いやん面白いやん当たりは何でも面白いっすよあいつ強いから大丈夫だ先生がキュイーンと言わせるぞって言ってますああ本当いや実は桜井君はあれ突っ込めなくて大した強くないんですよあれ多分全部弾使うぜ下手したらほっといたらあーつぼみのままやばい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 あーやばいやばいあーあーこれやばいいややばい俺がやばい俺がやばいやばい2はやばいよ2はやばい2はやばいよあまあ、しゃあない終止符当たりまへんな当たりまへんじゃあ私が当てるわ頑張って絶対ここみんなほうがいいと思う任しろ任しろさあ2回先読みがあって67W67W あやばいやばいやばいわ終わんねえいやここまで気持ちよいな俺久しぶりだなスピスポで久しぶりじゃない初めてかもしれないですねはいリスカスはこれ開いたままこれはおおおおあれハイビスカス開いてんじゃんだよなだよなよしさあこれつぼみのままこれはならないかなだよなじゃあそのまま揃おうかだよなさあこれ通常なんですが果たしてどうなのか出玉あり15連魚拓さん来た調子どうですか絶好調絶好調やばいじゃあそこでさとみまゆの新春お年玉クイズ第2問いきますただただ覚悟しといた方がいいよいやでもじゃ相当勝ってるんで、はい、ちょっともし不正解だった場合はちょっと奮発してもらってもいいですかいやあの奮発してもいいんだけど俺は2000しかないんですカードでいいですよいや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 、何言ってんのドン、スキスポの歴代スケットライターで一番出演回数の多いのは誰お分かりですよね1番なんですが矢部明乃さんが成瀬ここみさんにお誕生日であげたプレゼントのブランド名をお答えください確か俺そばで聞いてて石鹸だったような気がするんですよじゃあブランド名をお答えください RMK いや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 ご愁傷様でーすいやご愁傷様じゃねえし勝ち取ったではでは引き続きどうぞ失礼しますどうぞってたまねえしうつさまねえし金もねえしすっぽんぽん結果発表どうしたん正月だよめっちゃ盛り上がったじゃん、はい、開始3分ぐらいは踊ってたよね魚拓さんが2万700発危ないなこれなこれ
危ないな、勝てないかな、ここみんな危ないな。はい、なるせさん1809発。どうしたの、ということで魚拓さんの勝利です。え、どうしたのか私も聞きたいです。あれ本当に開始な何回転だったんですか。5回転に当たって何連チャンしましたっけ。5連チャンして、はい、なんでそれしかないんですか。やめちゃダメって言うから。私はもうこのいい状態でやめたいよってみんなに言ったのに、まだダメだ、まだ打てって言うから打って、まだ当たるよってみんな言って、当たんねえし、もう帰りたいから早く取れよ。取らせます。はい、初めてじゃん、なんでちょっと取ってもらう、一人一枚取ろうよ。私は取らないですよ。でも撮りたいでしょ、これは。そうですね、女子として撮るべきでしょ。あ、おっぱい結構ありますね。おっぱい、はい、こう見るとすごくないですか。なんかいいんですか、リクエストしちゃって。結構あ、はい、椅子ありますけど。じゃあリクエストありで、うつ伏せでちょっと横で谷間を見せる感じ、あとケツもちょっと向けて。欲張りですね、意外と。意外と欲張りなんですね。そうですね、髪、あ、いいですね、これですね、この角度重要。これやらされてんの、いつも。そうですよ ね、 ね、じゃないとこんなポーズ思いつかないですよ。ケンさんやらされてんの、これやってるの。あ、私がですか。うん、やるって言われたの。でもこれ風俗にあるパネルの写真のポーズみたいな。やってんすか。こうやって顔がしないで、やってんじゃないですか。まさかの経験済みで。やった、やってるね。やってましたね。やってましたね、これ完全にパネルのポーズですよ。はい、チーズ。あとでね、顔にモザイク入れるから大丈夫って言われてるやつです。私はね、もうなんと言っても足が好きなので、はい、ちょっと M 字をお願いしたい。M 字を、あの軽めの M 字でいいです。軽めの M 字、小文字くらいで。小文字くらい、小文字。椅子ありますよ、いいですか。いや、いらないです、いらない、いらない、はいはい。小文字これぐらい。ああ、いいですね、小文、ちょうどいい小文字。はい、チーズ。エロい。俺大文字っす。あ、大文字で、これあのいつもはこんなことお願いしないんですけど、はい、正月なんでね、新春なんで、まあ、そうですね、めでたい。ちょっと久しぶり、あのペロッとペロッペロッと、こういう人なんですよ。ペロリとペロリと、なんかライター界では神様って呼ばれてるらしいですけど、はいはいはい、こういう人なんです。ペロリと見せていただけると。ペロリと、ペロリと、どういうことですか。ペロリとその白い布をめくっていただけると、白い布を、白い布、ちょっとだけ、あ、え、痛い、ちょっとだけ、ちょっとだけ、え、どういうことですか。え、これ、これをちょっと下げるみたいな。こんな必死な魚拓さん初めて見たんですけど。もうちょっと魚拓の鑑賞でついに天然パン激写。里見まゆちゃんのすんごいチェキはこちらの宛先まで。いや、今日は本当ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます、こんなお年玉まで、ね、この勢いで頑張りましょう。はい、なんとか出せるように、さらにこの番組はなんとか続けられるように。不祥事には十分気をつけて。危ういですけどね。ですね、はい、あのもうくれぐれも気をつけて、はい、こっちも頑張りましょうというわけで、皆さん2017年もよろしくお願いします。お願いします。また次回お会いしましょう。さよなら。豪華タレントたちが多数出演、人気テレビ番組が YouTube で見れる。充実のラインナップで配信、毎週火曜配信、ウイチとヒカルの面白いテレビ、毎週水曜配信、嵐と松本、毎週木曜配信、魚拓と成瀬の月とすっぽんぽん、毎週金曜配信、どうにか貧乏家族、さらに第3第4月曜、サイトセブンカップの最新大会を配信。 YouTube
YouTube オリジナル番組未公開シーンも定期で配信予定。メンバーシップに登録して限定動画を楽しもう。リクエストもどしどしお寄せください。サイトセブン TV。 あの人気ライターがあなたのスマホに降臨。4000本以上の動画が見放題。ここでしか見られない限定動画やあの人気番組の最新作まで多数配信。サイトセブン TV プレミアム。